パーソルはパリーグで働く全員を応援しています。パーソル。それではその横尾の活躍も含めた今日のハイライト振り返っていきましょう。さあ今日は、村田とそして相手先発はエース則本、その則本は、今シーズン8勝で迎えたという今日のゲーム、3回までは0点に抑えるんですが4回の裏、この回先頭の横尾がライトに先制のソロホームランを放って均衡を破ります。ファイターズが1点を先制。その後則本もぐらついたのか、清宮にはネクストバッター清宮にはフォアボールを与え、そしてヒットなどもあってフィルダーチョイスもあってワンアウト満塁となって西川でした。それがセンターの前に落ちるタイムリーヒットで2点目が入ります。さらに太田大志は連続タイムリー、これが2点タイムリーヒットとなって、4点も入れます。さらにランナー一塁三塁で昨日、先制の犠牲フライを放っている近藤も2試合連続となる犠牲フライで5点目が入りました。点を仰いだ則本から一挙5点を奪ったというね、見事打者一巡の猛攻、エアポケットを作ってしまった、則本でした。近藤も、西川の放送リーグに礼をするというシーンもありました。で5回の表です。5点をもらった直後の村田だったんですが、その直後の先頭バッター内野にソロホームランもあります。これで1点も返されるんですが、でその後もしっかりと、アウトを重ねまして、なんとかこの1点だけで切り抜けます。で6回から継投に入って、今日1軍昇格即登板の井口が3人で切ります。ワンツースリーイニングでこの回初めてファイターズのピッチャーによる三者凡退イニングをつけて、井口がいい中継ぎのリズムを作りました。井口もこの後は、フル稼働していきたいということになってきます。で、結局7回は、クモン、8回は浦野、そして最終回はセーブシチュエーションではありませんでしたが、石川直也が出てきて先頭バッターフォアボールを出すも、最後はダブルプレーで切り取りまして0点で抑えました。5対1でファイターズが勝って、連敗を止めています。ファイターズ連敗を3で止めて、明日からヤフオクに乗り込んでのホークスとの2連戦ということになります。近藤さん、はい、どうぞ。イーグルス平石監督代行試合後のコメントです。